こんにちは、おじこです。今回はアットコスメショッピングでたくさんコスメを購入したので、こちらを開封していきます。コスメを今初めて開けてレビューしていくので、ちょっとどうなるか分かりませんが、グダグダブツブツ喋りながら開けていこうかなと思います。点数としては11点購入しました。コスメは大好きなんですが、この半年ぐらい欲しいコスメがあっても、マスクをするからいらないかとか、お出かけしないからいらないかとか、コスメが欲しい気持ちを自分の中で抑圧し続けた結果、ある日の深夜に、いや、いるわってなってしまって、ネットショッピングのカゴに入っていたものを全部ポチってしまったというわけです。というわけで、一部新作もあるんですが、私が欲しかっただけの既存品がほとんどです。それでは開けていきます。1つ目がすっぴんパウダーの美白タイプです。すっぴん美白クリームのサンプルもついていました。幸福を感じる瞬間っていろいろあると思いますが、この新しいコスメを開ける瞬間っていうのは、かなり私の中で幸福を感じる瞬間の一つです。ブルーのデザインで、このすっぴんパウダーといえばこれというような感じの缶のパッケージです。パフにもとっても可愛いブルーのリボンがついています。香りはイノセントフローラルということで、すごく穏やかな癒される香りがします。せっかくなので、こちらのサンプルのホワイトニングクリームも一緒に塗ってみます。ホワイトニングクリームは結構しっかり白いです。こっくりしたクリームですが、伸びはそこまで悪くないと思います。まずクリームだけ半分に塗ってみました。全然不自然な白さではないですが、もう片方の手と比べると明らかに白くなってるなという感じです。表面がぬるぬるベタベタするわけではなくて、本当にしっとりという感じのお肌になります。さらにパウダーを重ねると、よりトーンアップして見えて、毛穴も少し目立たなくなったように思います。ビタミン C 誘導体の入っているスキンケアパウダーということで、マスクで荒れまくった肌もなんとかしてくれるんじゃなかろうかと思ってこちらを選びました。今年のベースメイクはカバー力とかよりも、とにかく肌に優しいものを使おうかなと思っているので、こちらを日中の仕上げのパウダーとしても使おうかなと思っています。あとは夜、特に暑くなってきたので、スキンケアとかした後のベタつきがちょっと気になるので、こちらでサラサラにしようと思います。続いて新作のキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの22番です。デザインがかなり大人っぽい感じにリニューアルされましたね。以前までのいい意味でおもちゃっぽいキラキラした可愛さのパッケージも好きでしたが、大人っぽい比較的シンプルなデザインにリニューアルされたことで、幅広い層の方が手に取りやすいデザインになったように思います。先ほどのすっぴんパウダーで手の甲を白く整えましたので、こちらに塗っていきます。中央ラメの密着度アップということで、確かに中央のラメがクリームっぽい質感になっています。しっとりとした上品なツヤ感です。メインカラーの右上と左下のカラーはどちらも鮮やかなカラーですが、右上のコーラルピンクはどちらかというとツヤが強めのシルバーラメのカラーで、左下の赤みのあるオレンジはそこまでツヤは強くなくて、ゴールドのパールがチラチラと入っているカラーです。使い勝手が良さそうな捨て色のないパレットです。こういうピーチ系のカラーは大好きで、今日もそういうカラーでメイクしていて、なのでこちらやっぱりすごく可愛くて気に入りました。キャンメイクつながりで、キャンメイクグローツインカラーの05番です。こちらは発売された当初から気になってはいたんですが、なんだかんだ買っていなかったもので、今回ようやく購入しました。私はこのシリーズの少しラベンダーっぽいカラーを使っていて、すごく好きだったんですが、そろそろ使用期限的にお別れの時期かなと思うので、新たに同じシリーズのこちらを購入しました。上がベージュのツヤ系という感じで、下がホワイトのラメ系という感じですね。下のホワイトは青っぽいラメも入っているので、この目頭のあたりに塗ると綺麗なんじゃないかなと思います。上のベージュカラーはやや濃いめではあるので、鼻筋とかよりはほっぺたに使うと綺麗かなと思います。2色を混ぜたカラーがこちらです。めっちゃくちゃ綺麗です。2色混ぜるとお互いの良さが引き立って完成したような感じがします。このミックスしたカラーはぜひ
顔のいろんなところに塗りたいと思います。続いて同じくキャンメイクのミックスアイブロウ08番です。これはちょっと髪が明るくなったというのと、そうでなくても私はオレンジを使ったメイクをよくするので、このオレンジの入ったカラーで眉毛を描いたらより統一感が出るかなと思ってこちらを選びました。肌にのせるとこのような発色です。特に真ん中のカラーはしっかりオレンジなので、うまく使うとおしゃれな眉毛が描けそうです。アイブロウの中でもパウダーは特にこだわりがないので、あんまりアイブロウパウダーを触ったことがないんですが、こちらは粉がとてもしっとりしている感じがします。今ブラシで取ってみたんですが、あんまりガッガッと取るとダマダマっとした粉の塊がついてしまうので、そこは気をつけて取った方が良さそうです。多分粉が柔らかくてしっとりしてるからそうなっちゃうんだと思います。続いては眉毛つながりで、キスミーフェルムのアイブロウコートです。眉毛が消えがちな季節なのでこちらを購入してみました。こういうネイルポリッシュみたいな形です。せっかくなので先ほどのアイブロウパウダーに重ねてみます。塗りたてはもちろんテカりますが、しっかり乾くとテカリは消えます。やっぱり水気がつくことで元々の色よりは一段階暗くなるような感じがあります。でも大体使うのは眉尻の眉毛の中でも暗くなってる方だと思うので、特別問題はないかなと思います。擦れにはとっても強そうです。これは実際もっと暑くなってからガンガン使って様子を見たいと思います。ちなみに化粧落としシートで拭いてもこんなに残ります。続いて LB ニュアンスブラウンアイパレットのセルフィッシュブラウンです。こちらは超ベーシックなブラウンのアイシャドウパレットが欲しいなと思って選びました。手書き風のロゴも入ってるのかと思ったら外装だけでした。すごいピカピカの完全に鏡面仕上げのパッケージです。中身はこういった少しイエロー味のあるベーシックなブラウンの組み合わせで、チップは丸い頭と細長い頭がついています。すごく使い勝手が良さそうなブラウンで、でもパールも入ってるのでこれだけでも華やかな目元が作れそうです。一番暗いダークブラウンがナチュラルメイクの時はアイライン代わりのようにも使えそうな、それぐらいしっかりとしたダークブラウンです。外側が鏡代わりなのかなと思いきや、内側にもしっかり鏡があります。この一つ一つの大きさもちょうどよくて、個人的にはこの整然と並んでる感じも好みです。続いてビセリシェメルティシャープジェルライナーの BK001 番です。私はアイライナーの中ではこういうジェルライナーが好きなんですが、細めのブラックのアイライナーってそういえばないなと思って、いつものキャンメイクのクリーミータッチライナーでも良かったんですが、たまには別のものを使ってみようということでビセのものを選びました。手に粉をまぶしているので色のノリはちょっと悪いんですが、深いブラックです。クリーミータッチライナーと比べると若干固めかなという感じです。やっぱりジェルライナーのこのテカらないというところと全然にじまないっていうのが私は好きなところです。続いてエテュセアイエディションマスカラベースです。エテュセは最近シンプルな感じにブランドが一新されましたね。ブラックのマットでシックなデザインのボトルです。よく見るとこの辺りに印字がされています。今まではファシオとかケイトとかマジョマジョとかの白くなったり白さが残ってしまったりするマスカラベースを使っていて、特に不満はなかったんですが、でも白くならないならそれに越したことはないかなと思って、こちらの黒いタイプのマスカラ下地を選んでみました。ブラシはコーム型で塗りやすそうです。黒っぽい液体に繊維が少し入っています。あまり繊維がたっぷりというタイプではなくて、あくまでもじまつげを補強するようなナチュラルなタイプかなと思います。やっぱり一口にマスカラベースといってもそれぞれ特性が全然違うので、こちらも使ってみるのが楽しみです。私の激強まぶたを持ち上げてくれるのかどうか非常に楽しみです。続いてリップを2つ、どちらもリンメルのものです。まずはリンメルベルベティステイマットの002番です。最近は欧米風のメイクに興味があるということで、そうなるとやはりリンメルとかロレアルとかメイベリンとか、それこそ欧米が親のコスメがいいと思いまして、こちらのリップを購入しました。唇がレオパード風に並んでいるデザインで、モケモケとした小さめのチップです。
ちょっとローズっぽいベージュカラーで、思ったよりはマットではないかなという印象です。ベージュ系のリップが欲しくて、でも肌色に近いようなベージュだと私の唇の形のせいかシンプルに体調が悪い人に見えがちなので、ひとまずこういうローズピンクが入ってるような少し血色感のあるような色を選んでみました。唇に塗ってみると、ちょうど私の元の唇の色をワントーン下げたようなカラーで、大人っぽいカラーで非常に気に入りました。チップが少し小さめなので、かなり際まで塗りやすかったです。それから唇に塗ると、手のひらに塗った時ほどのツヤは出なくて、ちゃんとベルベットな質感になります。液はこってりとした感じで、結構もたっとした塗り心地です。でも特別不快な重さとかはないです。続いてリンメルマシュマロルックリップスティックの30番です。このシリーズのリップは昔プラム系のカラーのものを持っていて、全然似合ってはなかったんですが、すごく個性的で綺麗な色で、それをつけるとすごく自分に自信が持てて、宝物みたいに大事にしていた記憶があります。そんな思い出が蘇りました。このマットなパッケージがとても高級感があると思います。選んだのはこのようなブラウンレッドというような感じのカラーです。しっかり深いブラウンレッドで、かすかにミルキーな感じもある美味しそうなカラーです。ハンサムな感じにもなれそうですし、大人レディーな印象にもなりそうです。秋冬はこういうこっくりしたカラーはもちろん合うと思いますし、夏につけても可愛いですよね。実際に唇に塗ってみました。顔にのせるとやっぱりより一層ダークな感じが際立って、すごく素敵なカラーです。セミマットぐらいの使いやすい質感です。本当におしゃれなカラーで、昔持ってたプラムカラーと同様に、すごく自分に自信が持てるような素敵なカラーです。最後が紫外線予防、メイクを守る UV スプレーです。セッティングスプレーとしても使える UV スプレーという感じだと思います。メイクをキープしてほしいというのはもちろんありますが、やっぱりこの季節紫外線が気になりますので、スプレータイプの日焼け止めは今までいろいろ使ってきて、こういうガスが入ってる缶のタイプの日焼け止めってなると、意外と顔に直接スプレーしちゃいけないものが多くて、それでこういう缶じゃないタイプのミスト状の顔にも使える日焼け止めを使っていたこともあったんですが、それはちょっとやっぱりミストなので粒が大きくて、若干顔がベタベタしてしまう感じがあって、何かいいものがないかなと探していた時にこちらを見つけたので購入してみました。軽くスプレーしてみます。まず香りはオレンジっぽいシトラス系の香りがします。それですごく粒子が細かいというか、体感的には風が来たような感じで、全然ベタベタになる感じはないです。こういうものはやっぱり使ってみないとなかなかどうとも言えないものなので、マスクに対してもどうなのかとか、本当に風邪しか感じないので日焼け止めとしてもどうなのかとか、使ってみてまた改めてレビューしたいと思います。髪の毛にスプレーがかからないようにと書いてあるので、メイク後の髪の毛をまとめた状態で振りかけて、あとはお直しの時もちょっと髪の毛を分けてかけた方が良さそうです。以上がアットコスメショッピングで購入したコスメ11点の開封でした。とにかく私が楽しいだけの動画になってしまったんですが、少しでもお買い物の参考にしていただければ幸いです。私としましては一気にこんなにたくさんのコスメを開封して非常に幸せを感じております。窮屈で不安な世の中ではありますが、コスメを爆買いしちゃうとか、ファミチキを3つ食べちゃうとか、16時間寝ちゃうとか、そういう小さな幸せをたまには貪ってもいいんじゃないかなと私は思います。今回購入したコスメはまた私の動画にちょこちょこ登場すると思いますので、ぜひまた動画を見に来てください。ご視聴ありがとうございました。もちこでした。じゃあねー。